クリエミはモデルやタレントだけでなく起業家としての顔も持つグラドル SNS でフェティッシュな投稿をすることから SNS のフェチ天使との異名を持ち海外からも注目されているそんな栗恵美は17日インスタグラムで飛行機の窓からの景色をアップそしてこうつづった機内でなんだか体が全身痛くなってきてあれ おかしいなと思って手術した腹部あたりの傷跡を恐る恐る触ってみたら傷跡がびっしょりになってて「えこのまま死ぬ?」ってなったクリエミは手術をしていたようですぐに機内 w i f i 使って調べたら手術後に飛行機に乗ると乗り気圧の差で傷跡から出血したり痛みを伴ったりするらしいですと説明そして「本当に焦る帰国したら安静にしよう」 で出国したた機内でで思うのであったと結んだしかし事態は悪い方向へと進むことにクリエミは翌日 X に「せっかくサンフランシスコに来たのに体の不調で病で日本帰るかも」「空うしびれるもしかしたらしばらく表に出る方は制限しなくちゃいけないかもしれない」「会社はなんとかする」「アメリカで入院1泊50万ってえぐいて」と投稿。 19日には、インスタグラムで、秒速帰国残念すぎるけど、こんな体調の中でもたくさんの方に出会えました。と帰国を報告した。同日、X でもう少し詳しく書くと、約1ヶ月前に体のしこりを取る手術をして、毎日通院してました。それで、通院も終わり問題なく日常に戻れるようになったので、おととい飛行機に乗りました。 その際に5時間ほど経った時から傷口全体が急に痛くなってきて、傷口、お腹の上くらいを触ったところ、液体でびっしょりになっていました、とこれまでの行きさつや手術の内容を詳しく報告したクリエミ。続けて日本に帰ったらすぐに手術をしてもらえることになったけど、日本に帰るまでに耐えられるのかな。鎮痛剤をたくさん飲まないと、もう痛みで涙が止まらない。 感染すると何日耐えられるんだろうか。こうなってから思うけど、お金払ってしっかり保険に入るべきだね、と心情をとろした。そんな中、クリエミは21日、長文が綴られたノートを X にアップした。X を見てくれていた方はご存知かもしれませんが飛行機の中で傷口が開いてしまい感染してしまいました。と切り出すと、近況をこう明かした。 昨日の夜にやっと手術を受けることができたのですが、自分が思っていた以上に上半身に感染が広がってしまっていて、昨日体の一部を切除しました。本当に悔しいし悲しいし、この数日は激しい痛みと悲しみで涙が止まらないのですが、体の傷ができてしまったり、見た目が綺麗ではなくなってしまったのでしばらくは私の過去の写真を上げたり発信することになるかなと思います。 さらに実は X では書いてなかったですが、今年に入ってから3回大きな手術をしていてそれでもやりたいことや叶えたいことがたくさんあって、無理をしてでも今叶えたいと思うばかりに無理に動いていました。今思えば今年に入ってから普通の体調で過ごしてた日の方が少なかった気がするけど、それすら忘れるくらい会社を大きくすることに熱中していたし、今も入院中どうやって勉強しようかなって考えてます。 と投稿そして結果的に今回のように取り返しのつかないことになってからじゃ遅いんだなと思うと本当に今後の活動の仕方、動き方を考えていかないといけないなとも思っています。今日からは感染がこれ以上全身に広がらないように大きい病院で入院して治療していくのですが必ず良くなるまで痛くても耐えるので引き続き応援してもらえると嬉しいです」と言い 皆さんいつも本当にありがとう。すごく支えになっています。とフォロワーに感謝した。三度の大きな手術を乗り越えながらビジネスを楽しんでいたクリエに、しかし飛行機に乗ったことで1ヶ月前の傷口が開き、体の一部を切除することにいい。そのエピソードは大きな注目を集めることとなり、ネットではこんな声が上がっている。 術後一ヶ月経過してるのにもかかわらずそうなってしまうのか、いやいや、怖い話だな。記事読みながら血の毛が引いたよ。手術直後ならともかく、一ヶ月も経ってからだと、特に問題なければ、さすがに普通通りの生活になるよな。くれぐれもお大事に。体の一部を切除というのが気になる。今後も活動はできるということではあるのか。何にしても、 本当に健康には気をつけないとな。これ怖いな、全然知らなかったよ。